先生僕プロレスラーになりたいですって言って、うん、もううちの母ちゃんが何あんたはってなってバカなことは考えて私はねってあんたはねそんな育った覚えはないよっつってうわーって言われてあんたねってメキシコに行くとねって言われてメキシコをもう母が最後折れてメキシコに私は留学させると思ってやるからって。なるほど。で言葉の一つでも覚えてこいって、うん、親になってみてやっぱあの母の感謝すごい分かりますね、うんうん